いや、水野幸喜選手が今年限りでね、甲府との契約満了ということで、まあ、ただこれからもね、サッカー選手として現役続行するなんてことでですね、まあ、これからどうなるのかなと思いながらも、さよならというふうにね、まずは言わざるを得ないことになりました。いや、もうこうやって最後のお別れのシーン、こうやって去っていく様子を見ても分かる通り、選手に愛された、まあ、そしてね、あの試合見ててね、やっぱりテクニックはね、一流だったと、甲府にいて水野って選手がいたんだっていう爪痕を残して見せたいと言ってたんで、その気持ちはもう本当に痛いほど伝わってくるぐらいの、まあ、やっぱね、さすが海外に行ってね、まあ、そこではうまくいかなかったですけども、まあ、J リーグに収まる器じゃなかったはずなのになと、まあ、その海外で環境に恵まれなかったこと、戻ってね、その後の怪我がやっぱ全てだったなと、まあ、甲府で活躍しきれなかっただけにね、そうやって残念だなって思いはいっぱいあるんですけども、まあ、それでも水野っていう期待されてきた選手が甲府に来て、まあ、そしてね、それでね、輝けちゃうのもね、また甲府が J2 にいた頃の話で、例えば小倉が来たとかね、林健太郎日本代表2試合とかがね、中心でやれてたのも、それはそれで甲府が J2 のチームだったからかなと、輝けなかったのは甲府が J1 のチームになったからかなって思ったりもしてみたんですが、まあ、要は水野がね、まあ、甲府では残念ながら、まあ、出場機会が、水野が怪我していることが多かったのは残念です。なんとかね、また鍛え直して J1 でというのがね、最大の望みですね。まあ、それでなくてもまたね、どっかで輝いてる姿、来年まあどこのカテゴリーであれ水野を見に行くことができればいいなと思っております。2年間本当にありがとうございました。